よいしょ。おはようございます。とりあえずカフェの方行きましょうか。クラウンプラザホテルの右にもなんかカフェがあったんですよ。おお。でもこんな中あれですね、最初は僕休憩で400万円もらえるって思いながら、そう休憩で休憩し、とりあえずもうこの3階にいるのかな。7階の駐車場、はい、車1回ちょっと見せてください。ああ7階あ、5階8階が駐車場なんですね。そうですね。全然なんか暑いですね、ここは。建物の中も暑いです。あ、そこでもない。あった。あ、ちょっと、あ、42番ですね。こんにちは。すいません。お待たせしました。よろしくお願いします。お願いします。お客さん、はい。よろしくお願いします。これが、業者の人がもらったハンバーグ。そうです。車の状況、ちょっと逆で説明させていただいてもいいですか？あ、はい。はい、すみません。まず、この車、この車自体が、はい、この20じゃなくて30なんです。30です。この車って30なんですけど、20になって、車だけちょっと全然違うもので、はい、ナンバーとかも20のナンバーなんですよ。ナンバーも全然違う車の。はいはいはい。あと後ろに、はい、封印って言って、封印。はい、これ終わり小牧なんですけど、はい、大阪のこれがついてるんですよ。はいはいはい。ただこれ多分、はい、ガリガリやって外して、付け替えてるんだと思うんですよ。はい、ここがガリガリしてる跡があるので、これとこれは一致しないといけなくて、はい、これがちょっと違う。なるほど。素人じゃ分かんないですね。パッと見ちょっと分かりづらいですね。一番問題なのは、本来これ30の車なので、30の番号が打ち付けられてるんですけど、はいはい、それが20になってる。へぇー、そんなことあるんですか？そこのカーペットめくった数字が書いてある。あ、すいません。 ANH20-800-8979。 なんで30の車に20があるかっていうと、はい、この鉄を切り取って、はい、別の車からこっちに貼り付けた。そんなことできないですか？はい、それはもう加藤さんが調べてもらって、それはもう確定してるから。もう一台車、アルファードを売るよって話です。そうですよね。はい、ここまでの流れを説明します。遡ること、2024年7月。とある被害相談が、新宿109に来た。今回、被害者となる夫婦は、インターネットを利用し、アルファードを購入した。しかし、車と車台番号が異なることが発覚する。売人は車と車台番号が違うことを認識し、被害者に販売する。2ヶ月後、売人から連絡があり、他の車を買わないかと連絡が来る。実はこの車も初めまして、よろしくお願いします。最初からそうだろうと思ってはいたんですけど、でも、まあ、まあ、万が一っていうか、ひょっとしたら、まあ、金融車っていう、そういう車の可能性もゼロではなかったので。金融流れっていうのは、車でお金を借りるっていうことが、まあ、これがいわゆる、まあ、質草みたいな、基地に入れるみたいな感じで、で結局返さなかったものは回収される。そう、回収される。担保として入れるってこと。担保として車を。まあ、そうです。車預けとくから、じゃあ一定額貸してくださいね。そうです。でいついつまで返さないと、そう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 
車体番号、はい、あそこの金属の部分、うん、あれはどうやって剥がして取り付けるんですか。溶接、まあ、一応ディーラーで見てもらって、はい、まあ、ディーラーの方が、運転席を外した跡がまずありますと。運転席を外した跡、シートをね、シートを外した跡がありますと。もともと付いてた30系の車体番号を剥がして、まあ、今付いてるやつに貼り替えて溶接した跡があると言われたので、はい、もうこれはもう間違いだと思いましたでしょうね。まあ、一旦ちょっとカフェ入りますか。はい、行きましょう。じゃ完全に盗難車でしょ。盗難車じゃなかったらそんな逃げ方しなくていいんですよ。そんなことないですよ。デッキから切り取ったこの番号も盗難車。この可能性はすごい高い。これはすごいとんでもないことですね。プロの方誰が乗ってた。800-8979。ハングレスでも完全にあれ見た目、うん、逃さないようにしてください。もちろんです。逃がしません。考えろ。来てない。何が違う。お前黙っとけ。こいつの話しとんの。まあ、結構こっち来まっていいですか。後付けでそんなに来てないでください。本当に金融者なんですか。あれですか。はい、はい、ここを取りたくないんですよ。戸崎の場で。本日なんですけども、僕が以前一緒に突撃した被害者の方がいるんですけど、その方から実はもう一件車関係の被害に遭っていて、まあ、それの相談にも乗ってほしいということで今回の、まあ、なんだろう、事件が発覚しました。簡単に言うとメルカリで買ったアルファードが、盗難車の可能性があるということで、まあ、ちょっと僕のスタッフとか、今回ジャーナリストの方々巻き込んで車に詳しい方を用意した上で、まあ、調査しました。確実に盗難車だということが判明しました。盗難車を販売してきた業者が、もう一台車を購入しないかっていう話を持ちかけてきたので、今日は、まあ、その話にわざと乗って突撃するという流れですね。で、車の引き渡しが、新神戸で行われます。で、僕らはまずこの大阪府の八尾にいるんですけど、車の過去の所有者履歴っていうのを調べた結果、大阪の生野区の方に住んでる方が判明しました。まあ、これからちょっと訪問していこうかなと思います。まずは、今日車の盗難にあった直接の被害者に会いに行きます。で、この後盗難車を売りつけられた被害者と合流して、まあ突撃していこうかなと。まあ、直接ね、車取られた方も2023年の12月に盗難届を出してるみたいなんで、とりあえず、まあ、ダメ元で今からご自宅に行きたいと思います。話が変わるんですけど、今回ちょっとね、相談したジャーナリストの方がですね、自動車生活ジャーナリスト加藤久美子さんという方で、まあ、独自取材で年間300本の車関連記事を書いてますという。アルファードを盗難された被害者の方に行くとはまだ言ってないので、ちょっと今から電話で行っていきたいと思います。まあ、別の車で今、新神戸に向かっている途中ですね。まあ、僕ぐらいより後ろだったのでまだまだだと思うんですけど。あ、おはようございます。健三です。加藤です。どうも、おはようございます。おはようございます。もう着きました、もしかして。いえいえ、まだまだ、あの、全然です。まだ車の所有者履歴辿ったところ、そのアルファードの持ち主がさんだったんで、そうちょっと今からそこに行って、訪問しようかなと。さんっていう方にも新神戸来てもらえないかなっていうことで、大阪に行くってことですよね。そうですね、もうほぼもう着きそうです。あ、わかりました。はい、じゃあまた新神戸の方でお願いします。はいはいはい、どうも、失礼します。はい、失礼します。はい、自転車気をつけてください。大阪なんで、大阪だからグイグイ行きそうだな。スリープバリって言葉あるんですよ。さっきのおじいちゃん左右見てなかったっすよ。今ふやって言ってましたね。はい、いや、でも車ベンツだからアルファード乗ってそうな家ではありますね。うん、
いなくない？思ったらそんな立派な車あるのに、うん、ダメか、はい、さそうですね。全部シャッター閉まってる。こんにちは。はい。ここです。今はどこにいらっしゃるかわかんないですね。いや、今も見てはるけど、向こうから入る。ああ、ピンポン押すのいなかったんですよ。はい、ませそう。どこにあるかはわかりませんけど。なんか、さんが、2023年、去年の12月に、アルファードに盗まれたらしいんですけど。アルファードって何ですか？あ、車です。お車。じゃあ降らへんの？いないっぽいですね。エアコンついてなそうです。はい。あ、すいません。はい。目の前の、あのご自宅のさんについてお伺いしたいんですけど。ごめんなさい。ちょっとあんまり乗り上げないので。あ、わかりました。ありがとうございます。失礼します。あ、すいません。ありがとうございます。隣のについてちょっとお伺いしたかったんですけど、アルファードを盗まれたっていう話を聞いていて、ちょっと電話番号とかわからないんですけど、どうぞ。あ、キャビアって水難手が取れないな。ダメだな、だなそこは。車に詳しくて日本語が流暢に喋れる人で、まあ、さんか加藤さんどっちか行った方がいいと思うんですよ。そうですね。日本語喋れる友達連れてきたみたいな感じで。ちなみに車買っ、あの最初今のアルファード買った時に、やり取りは車の中でやったんです。それでも外でお金渡して鍵もらっただけです。買わない車の中。違う、この前の今の車の中で。どういうやり取りで、車の中に種類もらえて、で中入ります、車の中入ります。そうそうで、お金も車の中で渡したんです。そうです、はい、さあ今回も一緒に車の中入る。相手は車の中に入って後に、あのなんかちゃんと出ないようにして車の中に相談したから、逃げないように、うん、今日車で来たって言ってるんですか、相手には。言ってる、相手車で。じゃあなんか一緒に来たよっていう風にはできないですか、この例えば4人とか。だから運転してもらう、代わりに運転してくれる人みたいな。友達来たよ一緒に、一人で新神戸まで来るの大変だったから乗ってもらう、友達連れてきたみたいな、うん、でも、さん会社やってるんですか、社長。あ、私取締役やってたんですけど。従業員みたいな。そうだ、従業員さ、うん、社員連れてきたとか。で、いいんじゃない、うん、それで多分怪しまれることなく多分、うん、そうですね、ない、うん、最初は絶対なんか人数少なくて方がいいかもしれない。わかりました。もう一回整理させていただきます。で、2人で行って、で、その、まあ、買った、前回のアルファードを買った人っていう認識をまずさせる。で、そこから書類関係を社内でチェックして、僕一人で外観いろいろチェックして、それで社内入って書類チェック。で、そこでもう指摘、その指摘をしちゃいますか。いいんじゃないですか。みんながこう入ってくるタイミングとしては、まあ、自分らが車の中入って、うん、あの白い車おかしいんじゃないの、うん、って話をしだしたところから来ていただけるんです。あと配置決めたいですけど、あの、うん、ビックリドンキーの駐車場がここにあるんですけど、うん、これビックリドンキーなんですけど、うん、はい、今回の作戦を説明します。さっと夫がアルファードに乗ってレストラン街で待機、売人のアルファードが来たら売人と一緒に駐車場へ入る。その際、建造たちは駐車場の外で監視している。
スタッフが売人を詰めて、突撃の合図によって、賢三たちは突撃する。はい、とりあえず、今から、ビックリドンキー生田川インター店に行きます。それ先に僕ら多分行くことなのかな。付近に行ってどこあたりが一番監視しやすいかっていうのを見定めないとっていうところですかね。14時に来るんですけど、もうあと30分切りました。まあなんとか取り返せるように頑張りましょう。すいません本当にマジで気合い入れてちょっと行きますんで。これからいろいろ探して。値段やっぱすごく安かった。京都は安い。京都安い。でもなんかそのままそれはそんなに安くないと思う。でもあの本当にもう二度と買わないと思うけど、もう個人から買ったらダメです。あの車ですね。あ、ちょっと待ってください。あ、じゃああの車の後ろにつけてください。ちょっと行ってきますわ。どうします？もしいたらあれだから、先に建造分割に入ってた方がいいかな。で、自分ら10分後ぐらいに入りますので。今日連絡最後いつ来ますか？今日連絡してない。今日連絡してない。はい。はい。はいはい。もう今着きました。あ、でもね、一応今あの相手の方に電話、あのメッセージ送って、もうすぐ着きますって一応メッセージ送って、はい。なんか多分こっちの車が入んないと相手来ない可能性もあるんで、はいはいはい。はい、一応10分後にこっちも入って待機するような形で。了解です。なんか結構車多くて。多分場所変更になりそうな可能性も、あと多分奥の方が多分好ましいと思うんですよ、あいつやつらしたら。ああ、はいはいはい、そうですね。今2台分空いてるところはあるんですけど、ビックリドンキーの外に止めて、で相手があの車確認したら多分中入ると思う、ビックリドンキーに。なるほど。でそれ相手が入ったらこっちもそれにすられて後ろから、もう来てもらっていいですよ。あ、分かりました、あっちに向かいます。こっち。相手も結構つるんで見ない。バレないよ。ここはもう真っ暗のシートがついてるそうで見えないそうです。これだ、これ。あれじゃん、あれじゃん、あれじゃん。来た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 。すいません、行きます。あ、すいません、始めます。あ、すいません、ちょっと従業員で、はい、やらあれ、これ種類は全部種類それマニアマニアなんだ。はい、そうです。あ、すごいいい車じゃないですか。綺麗ですよね。これエグゼクティブ、これはめちゃくちゃ綺麗です。エグゼクティブラウンジ、エグゼクティブラウンジ、これはこれすごい。ソファーみたいな全部サンフ付きなんですか。これめっちゃ安くないですか。安い、安すぎますよ。あ、手に入らないですよね。最後もっと綺麗にしよう。分かった。そう、片付けないですよね。忙しいの。あの今日書類が届かなかったから。あ、もらえないんですか。あ、今日もらうのかと思った。あ、俺運転して、あ、自分運転して帰るのかなと思って。書類が今日届いてたら、はい、
今日私すぐ出会ったんですけど、でもこれの意味ないですかね。いや、いいことじゃないですか。もしかしたら動いてるかもしれない。めっちゃいいポジションでした。そっか。え、マジですか。え、いつ頃もらえる予定なんですか。それが届き次第大丈夫なんですけど。すみません、車の中誘導難しいんでちょっとうまくお願いします。何をお願いしますって言うんですか。突撃って聞こえたけど、その接撃の。車移動させましょうか。加藤さん、動かしますね。すげえな。気づいてなかった。あ、すいません。すいません。一応建造時計とか、中の映像も欲しいので、立ち話で進みます。何と言ってます？立ち話で行きます。あ、了解です。雪のタイヤ。中古車屋さんやってんですか。そうですね、車屋。この辺の神戸の。そうですね。アルファードってでもだって619万。え？車検証もない。まだ車検証まだ届いてないんですよ。印鑑証明の印鑑証。まだもうちょっと。ちょっと一個聞いていいですか。これ車体番号違いますよね。はい、はいはい、車検証、はいはい、これどういうことですか。これね、はい、ちょっと特殊な車両で、はいはいはい、車体番号事故と引いてますね今、はいはい、本来であれば全損扱いとかっていう車とかの、はい、書類だけをやってしまう。でどういうことですか。で20じゃないですか。そうなんです。だから何ですかね、例えば自分らもちょっと特殊な車屋さんで、はいはいはい、金融とかそういうのも扱ってるんですよ。はいはいはい。例えば金融車で、はい、すごい綺麗な車が入ってくるとするじゃないですか。はいはいはい。ただまあそのローン会社が所有権とか、はいはいはい、はい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 、そういった車をこう、こっから見えますよ。はい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 。箱自体とその箱とその書類がセットだったら、年収がない車になってしまうんです。そういう車を書類を切り替えて正規車両にして。あんまり変わらせてるみたいな。もう一個気になること、はいはい、封印、これどういうことですかね。封印がなんか大阪でおはいこまきがついてるんですよ、はい、はーはーはー。これめっちゃ気になるんですよね。これはでも変えないとダメなんですかね。いや、そうですね、はいはい、でなんかちょっと不自然だなっていう感じは俺はする。不自然すぎますね、これは、はい、本来このなんか言ってたんですけど、封印を名義変更の時に変えてもらって、はい、封印ここでやってくださいねって言ってたんですけど、はい、多分やってないですね。で、自分、はい、まあ、これあれって思ったんで、はいはいはい、なんだろう、それでなんか今回買うっていうか、だから心配でちょっと一応見て、あ、なるほどなるほど、で自分も運転しよう、はいはい、みたいな感じだったんですよ。なるほど。でこれ実際ちゃんと登録できるんですか。登録してできます。だって20と30ですよ。はいはい。え、でもね、その検査もね、はい、ちょっとまあ安く買ってもらってるんですけど、はいはいはい、検査もこっちの方で書類だけの検査があるんですよ、はい、闇検査って言って。それでどっか知れてますか。ですか、車、どっから知る。車ですか、はい、車いろいろです。債務者の方から、引き上げた車であったりとか、はいはいはい、まあまあ、ちょっと保険会社とか、車屋さんとか。保険会社さんと車屋さんが、まあ、全然仲いいとか。あ、よくある、ビッグモーターの、いろいろ。まあ大きな声では言えないですけど。え、でも、ちょっとこれは、俺多分登録、まともにできない気がするんですよね。いや、これだから、登録してるから、これは、かもしれない。あ、いや、違う、極端な話、はい、車体と車両、はい、あれじゃないですか。結構つばつば聞いてますね。例えば封印打つ人が、はい、あれ20じゃない30だよってなったらどうするんですか。でもまあ、勝った時点でその状態だったっていう感じで、はい、ちょっと社長がね、はい、めちゃめちゃ詳しく
こっちから。はい、で、どこで、闇、闇、どっから来てるんですか？闇ですか？はい。建設です。あ、違う、これをもらったのはどっからもらったの？車ですか？車。この車は、確か、金融車です。金融車って言うんですか？金融車。金融車？車検証もありますか？今まだ写真のことは届いてないんですよ。写真もない。なんかでも不自然ですよ。金融車っていうのは、はい、例えば誰か入ってで買いました。はいはいはい。写真もない。写真前送ったんですか？前な。誰かがマイクオフにしないと。まあローン組んで買います。これまあ600万の車やったら600万のローンがつくじゃないですか。はいはいはい。これが担保になる。はいはいはい。はい、ああ。はいはいはい、担保の車で所有権とかついてしまってる車っていうで、お金返さないからじゃあもう奪ったそのこっちに債務者の人とかお金借りてるわけじゃないですか、はいはいはい、でお金返せないからじゃあこの車も出るようなはいはい、に渡してくるけど一度しようもうローン会社が審判作るから、はい、車来るからこっち来ちゃう正規車両として扱えないんですよ、ね、はい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 、それやったらまあもったいないじゃないですか。えでもいや極端な話登録できないじゃないですか。でもこれ完全に盗難届出されてるから一個心配なのが盗難したんじゃないかと思われる可能性もあるんですよ。あ、絶対ないです。それはそれまず 100% ないです。そうですね、絶対ないです。盗難車では 100% ない。どういうことだ。で、その車体番号が違うのは暑いですよ、中入ります。あ、車の中、車の中、車の中で入る運転す。あ、エンジンかけちゃっていいですか？エンジンいいよ。あ、エンジン、すいません。いいいい。でもめっちゃいい車の中ですよ、これ。綺麗ですね。物はいいですよね。でもそれはすっごいめっちゃ気になるんですよね。あのね、正直世の中の高級車とかあるじゃないですか。はい。全体の1割はそういった車ですね、はい、1割全体の1割でも自分1個見たことないです。なんていうかな、本当登録できなかったら、はい、で疑われたらちょっとそれ心配なんです。あで、なのでそれだからね、のはその車検するときは、はい、うちのその車屋さんに言ってもらったら、うん、あいや車屋さんできないです。これまずできないです。で車検も通せないです。検査員が、はい、絶対 NG 出します。だってワイパーのゴムちょっと切れてるだけで通さないですもん、車検。それが車体番号と車体が何違うってなるとちょっとおかしいなってなるんで、正直ってちょっと返金してほしいんですよ。あ、そうです、ね。うん。あ、全然大丈夫ですよ。いいですか？いける。すぐできますか？今すぐはちょっと現行とかあれなんで、この連休明けだったら大丈夫です。ただちょっとそれが怖いんです。自分も見ててああいう車って正直見たことない中で。働かれてるんですか？知り合いですか？知り合いです。知り合い。で、まだ仕事は少し。それで、そういう車を販売してる車屋さんが飛ぶんじゃないかっていうのも心配なんですよ。飛ばないです。はい。なんていうんですかね、僕も自分自身でやってるわけじゃないんですけど。で、会社です。会社というか、自分自身でその代表でやってるわけじゃないんですけど。ああ、代表さんがいるんですか？はい。今も会社も営業してるんですか？会社、まあ普通のだから、車を販売したりとか。はい。金融やったりとか、はい、いろいろあります、ね。だこんな車ばっかりでもないですし、普通に金融車もありますし。あれ、返金は必ずやってくれる。あ、全然大丈夫ですよ。で、今、払える分だけ払ってもらうことできますか？もう多分、車あって、ポンって手渡して多分渡してると思うんですよ。うん、そうですね。はい、そうですよね。で、それも、話は聞いてるんですけど。それは全然大丈夫です。はい、なので、ポンって手渡しで、今、あるだけちょっとお願いしたいなと思って。今、手持ちで。はい。あ、全然大丈夫ですよ。あ、いいですか？うん。OK。もしそれで大丈夫であれば全然大丈夫です。お願いします。いいんです。返金ですよね。うん、はいはい、今返金、今あるんですか？いや、今だから気持ちの分だけで。そうですね。ああそういうこと。じゃなくてどういうこと？今出せる分だけとりあえず銀行とか、はいはい、多分そのお金自体は多分どっかしら残ってるじゃないですか。はいはいはい。絶対もう一気に使うってことは多分そんな考えにくる、はいはいはい、でなので、ある分だけとりあえずは、ちょっとお願いしたいんですよ。はいはい、で、まあ自分はもう。全部390万。うん、390万全部、はい。うん、全然いいですよ、それは。どう、ただ銀行とかってことですか？銀行に行って、はい。そうですね。今日でも3連休でしょ？
一応3連休ですね。あ、でも ATM も、あ、でも ATM も上限がね。あ、でもまあ、とりあえず確認させていただければ、はいはい、大丈夫ですね。ただその自分の口座に入ってないので、あ、会社。一回ちょっと確認してもいいですか、その辺だけ。電話して。はい。はい、わかりました。いいですか。どうぞ。じゃあ、いいです。OK です。ちょっと。あ、はい。電話貸してください。え、ここで電話してもらえますか。あ、いや、あの、ちょっとなんか どういう話されるのか怖いんで、だからとりあえず電話だけ。あ、全然大丈夫ですよ。あ、すいません、お願いします。そんな、なんで疑われてるんですか。いらないんですか、車。何が。車なし。あ、車なしで。いらない。はい、うん、もういらない。そういうことですね。そうですね。まあ、でも安い、確かに俺も調べててすごい安いな、いいなと思うんですけど、ちょっとそういった部分。あ、エンジンですけどね。あ、閉め、いいぞ、閉め、閉め、開けた、どっちも。あ、タバコだって。あ、大丈夫。言ってくれたらいいのに、最初言ってくれたらいいの。すいません、一応返金に応じてます、今。今返金に応じてて、お金をどっから出すか確認中です。逃げる。ん？何？もう逃げる。あ、ちょっと逃げないですか。じゃあお茶。何よ。お茶買うだけ。私買いますので大丈夫。買ってください。あ、じゃあこれ、どういうことですか。お茶買ってきてください。お茶買うだけです。はい。逃げます、逃げます、逃げます、お願いします。逃げるって、行きましょう。え、逃げる、これは、まあ、張り切って、どうした。え、じゃあ電話大丈夫かなと思って。最初2人来るといいと思うと、逃げると。あれ、トイレに逃げられましたね、トイレに。なんかすぐ行ってると、本当に何か逃げる可能性があるから。あ、ちょっと待って。一応今トイレに逃げたんで、入り口ちょっと待ってたんですけど、はい、はい、二人来てとのことです。了解、了解。一人で行って、いや、もう帰りたいよ。黒のアルファと帰りたいですね。はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。どうしたの、どうしたんすか。いや心配じゃないですか。そんなもらえそうですか。お金、え、お金大丈夫そうですか。お金大丈夫です。大丈夫です、はい。今日できるだけ来たらいいですよね。お楽しみください。もともと領収書渡そうと思ったやつありますか。もともと領収書渡そうと思ったやつありますか。社長連絡した。今してる、ちょっと待って、電話出たけど、とりあえず390万でしたね。そう、それぐらいだったらすぐ払ってくるから。ありがとうございます。とりあえず一回連絡させてもらって、はい、でその上で、お確認とかなくて、返金は必ずしてもらえるんで、はい。で、今連絡待ちというか、連絡待ちですね。どうなってるんですか。結局どうなっちゃうんですか。いや、違います。会社名教えてください。はい、会社名。今ちょっと今社長電話します。ちょっと待ってください。じゃ、会社名教えてください。いや、今電話します。ちょっと待ってください。違う、会社名言えないですか。車乗ってんのに。会社名というか社長がいるんです。まず列なんですよ。じゃあそこの名前も教えてください。一緒に行きましょう。車乗って一緒に行きますんで。いや、ここに来てもらったらいいじゃないですか。お金取りに行きますんで。これ取りに行くんで。大ごとにしたくないんですよ。分かってます、分かってます。困るでしょ、大ごとにされたら。ちゃんとお金払うんで。捕まりますよ、マジで。お金払うので大丈夫です。本当に金融者なんですか。あれですか。はい、はい。落としても次の車検通らないんですよね。そうですね。あのね、そのディーラーとおっしゃってますけど、絶対通る。いや、ディーラーじゃなくて検査場があるんですけど。じゃあ闇車検って言ってます。闇ってさっきおっしゃったんですね。闇って、まあ、そういうふうに言われてるところもありますね。会社名も今教えてほしいですね。はい。
どうせ後でわかるんでしょ。はい。どうせ後で会社名わかるんですよね。はい、わかります。じゃあ今教えてほしいです。今度言いながら領収書とあれしますんで。いや、もしこれが盗難車で違法に販売されてるんだったらまずいじゃないですか。ありえないです、ありえないです。ちょっとやれなく待ちなんで。はい、お金はすぐ返します。一般的にはここに持ってきてほしいらしいですよ。あ、ここに、ね、はい、だからちょっと今電話して呼んでるんで、ちょっと待って。あ、はい、大丈夫です。待ちます。それはお金もらったらみんな手に来る。もう大丈夫なんですけど、このもらったら。そうそうそう、今まあ怖い、うん、もうでもそれはやったらもう絶対逃げられないから、もうお金も出さないし、警察呼んだらもう自分で、うん、暑いっすね。暑いっすね。ゆっくりドンキの中ですか。暑、はいはい、暑いっすね。で、今、連絡、下の子に連絡取れて、はい、連絡取ってもらって言ってますね。あー、まあ、びっくりドンキの中だったら全然いいと思いますよ。行きますか。はい、びっくりドンキの中で待つ。はい、一緒に。はい、びっくりドンキーの中で一緒に待つ、一緒に待つんだったら全然。あの領収書は何なんですか。んなんちゃらパンダロイヤル、ロイヤルパンダっていうのは、ロイヤルパンダカメラなんですか。カメラ回してる。はい、なんで警察にもしこれを盗難車だった場合提出する素材として、ちゃんとやってるんだったら大丈夫じゃないですか。警察のこと見せることですか。来てないです。どういうことですか。偽物ではないですか。偽物ではないですよ。 YouTube やもん。え、金融車の販売はいいんすか。でも聞いたことないですか。普通に考えて、むしろどっから仕入れたのっていう感じがしますね、うん、俺の中では。そんな感じがします。だってそもそも乗ってくるのも怖かったですよ、俺。え、どういうこと。だってワンちゃんだって封印が違うんで。いや、だからこの車そこまで、ね、その聞いてるのも今聞いた通りに説明してるだけなんで、はい、はい、最初半分前に、はい、まあ大丈夫、価値立て替えるような形でもいいですし。はいはい、まあ今日遠くから来てるんで、もう今日中に満額の返金がないとちょっときついなっていうのが本音です。そうです、うん、いや、なんかあの前に車買われた方がいるんですけど、その方がその車の内容はその金融車とかそういうのをまあ登録やってるんですね。ちょっとよくわかんないですけど、前東京の方って言ってたことは覚えますか。はい、その方たちが今来られてまして、で今のあの車返金したい、返金したい。まあ、その人たちは、まあ、返金さえしてくれたら、まあ、なんか、まあ、それで OK なんですね。そうです、はい。いや、まあまあ、とりあえず一回自分で、ちょっと売れなくて大変だったら、でまあ、自分で応じて、返金しようかなと思ってます、ね。で、はい、後でちょっと考えてもらって、やろうかと。いや、なんでだろう。あ、出れますよ。大丈夫です。あ、ごめん。ちょっと。で、その前着いたところにね、一回前いいんですけど。どこ行かれますか。あ、一緒に。ついてます。前に行きます。行きたいので。ああ。行きたい。よし。行きたかったんですか。はい。でも。いや、これっぽいですね。ああ。これ、話をしてるのは、はい、車の、はい、返事したいですけども、それは20のなんですけど、合わない、車検は通らないし、持っています。車検通らない。そうそうそう、車検は通るけど、調査の許可が必要。
今車検証は20なんですけども、本体は30なんですけど、あとハイブリッドなんですよ。車体と車体番号違う理由ってなんですか？それは俺は分かるんですよ。俺はこうたくんを乗ってるだけだから。あ、もらったやつを販売してるだけ。こうたやつを回してるから。ああ、ちなみにそのもらった、もらった今何な、何なの記録です。え、何のそっち取られなかった？取られたくないんだったら取らないですよ。ちゃんとってもらったのって、どっからもらったんですか？こうたっすよ。どっから？あの、知り合いから。知り合いってどこですか？近く。ちょっと遠いね。で、何も知らずに。そうやね、俺はその。あ、じゃ車体番号とボディが知らずに買う。そう。おかしいなと思わなかったんですか？いや、安いから、なんかあるんかなと思った。ただ、ごめんなさい、履歴見ると、やり取りの履歴見ますと、もうそこで認識してましたよ、多分。LINE で。うん、車体番号と車両が違うよって認識してました。そうやって、そうやって聞いたんでね。はい。あ、で、確かに違いますね、って。ですかね、ちょっと車それだから認識してて販売してるのかな、どうなのかなっていうのがちょっと気になるな。そこ、こことこうのあれは俺に分かる人。はい、はい、はい。で、それがちょっと やっぱりなので返金してほしいって思ってたんですよ。はい、なのでそれさえやっていただければ問題がないんですけど、はい、で、正直まあ普通のディーラーですと、まあ、気づいたらまずまず初期は起こせないです。検査員が気づいたら見落とさない限りは。でも見落とすことはまず考えにくいと思います。車体番号はなんか溶接されて変えられてるんですよね。うん、なんか車体番号を変えられてるような感じですね。それってどうなんですか？いや、俺はほんと知らん。極端な話、このまま、名義変更します、うん、で、陸運局に見つかりました、うん、で、盗難したって思われたらどう責任取るつもりなんですか？盗難してそういうのを自分の名義にしようと思ってる、あ、しようと思ってると思われてたらどうしてですか？それ、俺に言われる。あ、でもそれを認識して判明してるんですよ。だからお金を返してほしいっていう。俺は言ってるよ、ね、これ俺は知らなかった。あ、で、お兄さんは分かりますよ。ただ、認識して販売してるんですよ、うんうん、で、やりたらこの二人なんですけども、そういうふうに認識してて販売してるんで、それは違うんじゃないかっていうので返金してほしいです。はい。これから何言ってるんですか？返金しますって。そのものはもうそれ。なので、はい。それだったらもう、全然もう、最初は。返金するたびに、そういうこと。よろしいですか、それ。できればお願いします。はい。どういう感じで行くんですか？どんな感じでもいいですよ。右もかぐらいしませんし。じゃ車乗ってもらった方がいいですよね。俺らの車の方に。あ、そうですね。じゃできれば。一緒に乗っていただいて。じゃあ、一人こっち乗ってください。座りに行く。とりあえず移動することになったんですよ、はい、会社の前に行くと思います。さん、さんと俺でこっち乗りますわ。どうします？え、白のアルファどうします？置いといてもらっていいですか？じゃあ僕乗りますか？はい。一回もお金戻ったら車返す？車返しますもんね、お金戻ってきたら。そう、はいはい、もう鍵上げてや種類持つのも僕ですか？仲間やね。何ですか？最近ずっと撮ってたよ。やめてくれる？やめてくれるって。じゃあ、やさん、撮って。これやめさせてくれる？返金本当に文字てくれるんだったら。誰がちゃんとした？あ、だから被害者は車に詳しいよ、なんで。ついてきてほしいです。ついてきてほしいです。健三さんがついてきてほしいということです。あ、OK です。じゃあ、OK ですよ。はい、じゃあついてきます。もしもし、今何します？はい、加藤小雪です。ついてきてないんですか？三宮駅方面来てください。ちょっとついてきます。三宮駅方面。今一応ついてってるんで、隠れない限りは。うん。あれ？あれ後ろにいたやつがいなくなった。まあ、いや、とりあえずついてきゃいいんですか？はい。一応全員です。お相手のプリウスですね。特になんかそちら問題ない感じですか？今どこ向かってるんですか？お金置いてるとこ。どこ、住所どの辺になります？
後続者にも伝えたいんで、三宮のドンキホーテ、三宮のドンキホーテ付近に会社があるみたいなので、そちらの位置情報もください。じゃあ私案内します。案内しますか。あ、あります。まっすぐ行って、まっすぐで、はい、すみません。はい、あ、向かってきてはいます。お金は返すんですけど、じゃあビクルドンキが待ってる方がいいじゃない。ビクルドンキの駐車場今5分ぐらいだとお金取れないでしょ。でもこの辺うろちょろしてるだけじゃないですか。まあ、そっちに行こうと壊れなんで。結局ドンキホーテなんですか。最終ね、最終お金返したとして返すのはいいんですけど、だからうろちょろしてるんで。もしもし、今なんかうろちょろしてるんですよね。なんかドンキホーテ、ドンキホーテ行くって言ってたんですけど、あ、やべ、赤だ。その車についてってるから。ああ、赤無視して。誰が、誰が運転してる。もしかして巻いてる、巻こうとしてるのか。じゃ乗ってるんですよね。乗ってますね。乗ってます。警察呼んだ方がいいんじゃないの。うん、警察呼んだ方がいいかも。これ以上うろちょろするなら警察呼ぶって言ってますよ。すぐ取りますんでね。すぐですか。はい、すぐです。10分で行く。僕らはいいんですけども、この方たち多分僕らのこと心配してるんで。いやいや、だから後ろついてもらったりしないですか。じゃあ、ついてて。なんだなんだなんだこいつ。じゃあ、ついてて。どこにいますか。後ろに来てはいるんですけど、さっき赤信号無視したじゃないですか。あ、それで、ね、うん、まあ止まってくれたらいいですけど。もしもし、はいはいはい、あと5分ほどで着くらしいです。あと5分で着くって。お金取りに行くって。はい。で、ここのお金だけじゃ足りないから、はい、別に今持ってきてもらってる人もいるんで、お金はね。はい、うん、ありがとうございます、うん、なんかやばいと思ったらそこをこうやればどっか行けるんで、とりあえずなんかここに金を持ってくるらしくて、ああ、でそこだけじゃ足りないからもう一箇所から持ってくるっていう話なんですよ。 あれかもしれないです。違うか。うん、白いアルファードのところに1個がある。誰か行った方がいいですけど、もう無理じゃないですか。みんな来てるし、もう1台がある車が今後ろが2台があるから、1台がそれが起きて、はい、あそこに。そう、白のアルファード。あ、あれ GPS ついてますよね。ついてね、わからない。もしそれは持っていかけると、ここもうどこか逃げると多分みたい、うん、終了になるから。そう、とりあえずその白いアルファード、それも消防だから、うん、そう、ここ誰がいないと、誰もいないとちょっと危ないと思う。でも現状どう、厳しくないですか今の。出てるから絶対に購入してくれた。 100% ですね。 100% ですね。もしくはその保険金先で積み入れたか、どっちか。盗難届はいつ出されたんですか。12月の月曜日です。で、その金融者にしたのはいつですか。金融者に、あそこまで詳しく教えてくれなかったんですか。聞きましょう。そうですね、このままじゃ謎になっちゃうんで、うん、そうですね。お金
こっちなんで、テレビがですね、歩いて、はい。こっち。大丈夫ですよ、普通に。あ、なんで誰が運転していた？誰が行った？あ、いた。あ、アルファードで用意したよ。ここ誰が運転できる？ちょっと待ってください。いや、もう行っちゃった。あれはいつ手に入れたんですか？あのアルファードは。白の。白のアルファード。はい。あれは、まだ。いつ頃ですか？この、あって読めないけど。昨年クライナルファードも持って帰った、うん、あれ、うん、マジ誰か持って帰った、え、誰がいたの、おります、どっち行きました、行きました、100飛ばします、あ、いや、もう警察が作ってるから今グループ繋がってますか、え、黒い、黒のアルファード、誰が乗ってた、黒いアルファード、行っちゃった、すごい勢いで切れてます、逆走してます、看板とか通ったり、はい、逆走とかしたりとかして全力で逃げて巻かれました、本番にここに戻ったら、はい、一切帰りますか、それ、そう、次帰る、はい、消せよ、いや、もう知ってるんですよ、いや、知っとってもええよ、消せよ、盗難車の疑いがある車を渡されてるんですよ、黒い車、